あのさ、黄昏てるところ悪いんだけど。7年前、僕は太陽みたいな君と出会った。私決めてたんだ、ミラクルリレーで1位になったら告白しようって。誰に？誰にって、葉山くんに。自由が全てだぜ。好きになるのが怖いんだ。葉山くんは何でもちゃんとしてる、だから好きなんだ。同じ大学に行く。え？イエスキリスト。好きだったらどんなことでも知りたいって思ってしまうじゃん。もう別れよ。え？好きな人ができたってこと。私たちはもう終わったの。イエス振られてから2週間以上目が死にっぱなしだから。好きだから言えない。今は分かりました。俺バカだ。葉山くんと揺り戻すことはないから。上村みたいにずかずかと落ち込んでる俺に入ってくるやつはいない。俺は上村と一緒にいたいんだ。最高も最低も乗り越えるウルキュン青春ラブストーリー。上村、僕らのご飯は明日で待ってる。